はい、本日はですね、こちらバブアーのジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、以前ちょっと買い物動画を梅田の方で出したんですけど、梅田の方で買い物動画出したっていうか、梅田の方に行った買い物動画を出したんですけど、まあ、その時に買ったやつまた後日にレビューしますねって言ってたんですけど、それがこちらのジャケットになってて、バブアーってこれは見た目的にはちょっとおっさん臭い感じあると思うんですけど、まあそんな言っていいかな分からんけど、まあ、こうおっさん臭い若干あるじゃないですか。で、まあ、それこそね、セレクトショップとかでめちゃくちゃ取り扱いあるんですよね。ここのセレクトショップ、オレンジのマークのセレクトショップでもあるやんとか、あとユナイなんとかなんとかっていうところにもあるやんとか、あとシッなんとかにもあるやんみたいな感じで、こうどこのセレクトショップ行っても結構これあったりとかしてて、まあ、僕が普段紹介するような、なんかノースフェイスとかパタゴニアとかのこうどっちかというか最新技術っていうのと全く逆の、まあ、クラシックなもう古臭い感じになってるんですけど、まあ、結構この男が好きな、こう一緒に年取っていけるみたいな。で、まあ、男の人も、まあ、僕もそうなんですけど、5年10年だったら、まあ、シワだらけになるし、まあ、白髪も生えてくるじゃないですか。でその時にこの洋服も一緒にこの腕のところにシワができてきたり、ちょっと色が褪せてきたり、まあ、そういうのを一緒にこう楽しんでいけるっていう、まあ、ちょっと男のロマンが詰まってるような感じ、まあ、だから結構女性には全然理解されへん感じの、そんなの何がいいみたいな感じなんですけど、男の人はあ、それいいやみたいな、俺のシワと一緒にこのジャケットにもシワ入っていって、それが一緒に年取れるの最高やんってなると思うんですけど、女子受けはもう全くしないとは思うんですが、まあ、そういったジャケットを探してる方にはもうぴったりのジャケットっていうのがこのバブアーっていうジャケットになってるんですけど、まあ、それを購入したので紹介していきたいなと思います。で、まあ、今日の流れとしてはですね、まあ、このジャケットのまあディティール、そのポケットとか、まあ、着た感じの雰囲気とか、まあ、そういうのもそうなんですけど、ポケットとかそういうジップとか、まあ、そういうとこバーっと見ていったりとかして、でその次に特徴ですね、このジャケットがなんで100年以上も生産され続けてるんかっていうところをお話しして、その次にデメリットとはいえ、これちょっとデメリットなんですよみたいな感じの話があって、まあ、それを回避するにはね、こういう回避の仕方もありますせみたいな話して、最後のおすすめの人で、これまあこういう風な感じの人はおすすめやけど、まあ、そんな感じですせって言って、最後にサイズ感ですね。サイズ感が、ちょっと僕が、いろいろ着比べた結果このサイズにしましたっていうのをお話しするので、まあ、その順番で着たいなというふうに思うんですけど、まず最初にですね、じゃあ形から見ていきましょうか。これがですね、まあ、正面がこんな感じになってて、裏側はですね、まあ、こんな感じ、まあ、普通のジャケットで、これ結構ね、街中とかで見たことある人は見たことあると思うんですけど、それこそスーツの上に着てる人も全然いてるし、あとまあ私服でカジュアルで着る人も全然いてたりはするんですけど、まあ、とにかく見ていきましょうか。これね、まずこの上側の部分ですよね、ちょっと一回着てみますね。まあ、こんな感じで着るじゃないですか。ほんならこのちょっと上目のところにこう何ですか、ハンドウォーマーポケットがあるんですよ。でここのポケットは全然ジップとかは全然なくて、普通にポッてポケットに手突っ込んだりできるんですけど、裏地がね、マイクロフリースを使われてるんですよね。あ、結構クラシックな感じの見た目やのにこの辺まで気使ってんのかいう感じなんですけど、まあ、こんなところには例えばスマホとかね入れておけば取り出ししやすいし、あとまあこういうマイクロフリースのある裏地っていうかポケットのやつってスマホ入れてたりしたら画面のね指紋のベタベタなくなるじゃないですか。綺麗になんか次出した時めっちゃ綺麗になってるやんみたいな、一石二鳥ポケットっていうんですけど、まあ、そんな感じのポケットになってるので、まあ、このハンドウォーマーポケットがまずありますと。でそして次にこのフラップがあるタイプのところのもう一個下のところにもポケットがあるんですよね。でこれはですね、まあ、ボタンで留めたりはできるけども、まあなんていうんですかね、ちょっとしたもんですよね。こうなんかこう鍵とか、あとは何やろうな、なんかエアポッツとか、あとボールペンとか、なんかこんなポンって入れたりとかもできると思いますし、まあ、それ以外にやったらアイコスとか、なんかそんなとこもこの辺にポンって入れたりとかできると思うんですけど、まあそういった感じの仕様ということになっているのがポケットですね。で特に内側とかにはポケットはなくて、まあここに1箇所だけあるんですけど、ここにもスマホは入れれんことはないですね。入れれんことはないけど、出すときいちいち開けるのめんどくさいから、何入れんやろうな、わからんけど、まあこんな感じ、まあいかにもこう英国イギリスっぽい感じですよね。こんな感じになってるということで、まあ前をね締めてみると、このゴールドのジップになってるんですけど、このゴールドのジップを締めると、こう前のフラップがあるので、こうやってボタン締めていったら、まあこんな感じで切れるし、あと襟立てたりとかしても、ここがコーデュロイっていうか、モフモフの素材になってるから、全然痛いとか冷たいとかはないんですよね。でまあ後でも言うんですけど、これもともとイギリスの軍隊とかにも使われてたようなジャケットになるので、まあ、結構機能的なんですよ、そもそもが。だからまあそんな感じですね。あとまあ個人的に僕好きなのは、この腕ところにこの内側にねリブがついてるんですよ。だからここから風が入ってこないんですよね。で一応こうやったら全然その外からは全然どうなってるか分からんけど、この内側にはちゃんとリブが入ってるから、しっかりこう固定されてて風が入ってこう
へんような感じになってますね。まあそんな感じですかね。まあ後ろが一応なんかサイドベンツって言って、あのスーツとかにもあると思うんですけど、この横側でピラピラになってるんですけど、まあ、このピラピラがどういう効果があるかよく知らませんが、まあそんな感じでピラピラにはなってますね。で、まあ特徴いきましょうか。で、特徴がですね、これもう100年以上前からあって、イギリスではもう定番中の定番のジャケットらしいんですけど、まあ本当にさっき言ったみたいに軍隊でも使われてるし、でそれこそそれ以外にやったら、あと別注とかでいろんなセレクトショップがあの作ってたりもするし、それ以外にやったらイギリス王室が使ってたりとか、まあそれぐらいもう本当に何ですか、定番中の定番というか、もう昔から変わらず愛用され続けてる、まあ、ジャケットっていう感じにはなってますね。まあ、ただこのジャケット自体はビデイルっていう形になってるんですけど、これについてはまた30年とか40年ぐらいなんで、まあ、100年前からあるわけじゃないんですけど、この作り、ジャケットの作り自体はもう100年前からあるような感じになってて、じゃあ何が100年前からあるかっていうと、まあ、次の特殊仕様になるんですけど、これ人類で初ちゃうかっていうぐらい、あの防水で、あと防風なんですよね。で今でこそなんかあのゴアテックスとかノースフェイスとかも防水防風あるやんとか、パタゴニアもあるやんとか、モンベルもあるやんとか、アウトドアメーカー結構出してるやんっていう感じだと思うんですけど、もうそれのもっと前に、あの今でこそそのナイロンとかポリエステルっていう人工で作った糸が開発されてるんですけど、それが確か1930年とか40年ぐらいなんですけど、これが発売されてるのって1800年代なんで、その当時はまだこれコットンしかないんですよね。だからデニムとかと同じような感じの生地しかないので、もちろんデニムとかって濡れたら濡れるじゃないですか。で風も全然通すじゃないですか。やけどどうやったらデニムみたいなそういうコットンの生地にあの防水性とか防風性ができるんかって考えた時に、オイルを塗ってるんですよね。でこのオイルを上から塗ってることによって、しっかり雨も弾いてくれるし、風も通さへんという、まあ、これはもう人類でも初めてっていうぐらい、あの防水のジャケットを使用してるということになっていて、防水の歴史っていうとですね、このオイルから始まって、次は64クロスっていうのがあったりとかして、でその次にあのまあゴアテックスとか、まあそういうのがあったりとかするんですけど、まあ、それの一番最初のところ、もう濡れ濡れボンバーが嫌ですっていう人があの始めたのかどうかは知らないですけど、まあ、それぐらいこれが一番最初の防水ジャケットと言ってもいいぐらい、まあ、もしかしたらどっかの民族ではあったかもしれんけども、世界的に見たらこれが一番最初っていうぐらい、あのオイルで防水の加工がされてるということになってるので、これももちろん同様に先ほど言ったみたいにスーツの上にパッて着てたりとかして、多少小雨が降っていたりしても全然あの雨とかは全然問題ないですし、あとそれ以外にやったらやっぱ冬のその冷たい風ブーッと吹いてきても、このしっかり前閉めてあげれてたら全然風とかも入ってこないっていうのが、たったオイル塗るだけでそんなことなんで、さすがやなっていうことで、まあ、そういうのが特徴であったりとかはしますし、あと次の特徴としてはですね、自分だけの色に染まるんですよね。でこの自分だけの色っていうのはこれどういうことなのかっていうと、これまあ普通に使ったりとかしてたら、こうやって腕ってピンってなってないじゃないですか。普通に使ってたりしたら、まあなんかこう鉛筆で字書いたりとか、恋人に肩組んだりとかしたら、やっぱ肘とか曲がるじゃないですか。そしたらこの肘の曲がるところにこうちょっとずつシワが出てきたりとか、あとそれでプラスオイルを塗ってあるので、こうなんていうんですかね、デニムの一番最初みたいな、デニムも履けば履くだけ、このなんていうんですか、この股のところに、あすいません、スウェットってバレたな、ここのところにシワが、ヒゲができると思うんですよね。まあこれヒゲって言うんですけど、シワがバーってあの色変わっていくと思うんですけど、そんな感じでこのジャケットもオイルを塗ることによって、このあの肘のあのところのシワが、できたりとか、あとそれ以外にあったらそもそも色味っていうのがどんどん抜けていったりとかするっていうのがあって、僕も実際ですね、購入の決め手になったのが店員さんの色味を見てなんですよね。で全く同じ色なんですけど、店員さんのって20年30年ぐらい使ったらこんな感じで、もう全然違う色になってるんですよ。でこれが確か何やったかな、セージっていう色なんですよね。セージかわからないですけど、まあ、セージっていうと、まあ、千原兄弟みたいになってますが、まあ、セージっていう色らしくて、あの発音合ってるかわかりませんけど、まあ、そういう色がそのどんどん使えば使うだけ色味が褪せてきて、こう緑っぽくなっていくというか、薄緑みたいになっていくのを見て、あこれは育てたいなと思って、まあ、あの10年20年何年かかるかは分からへんけど、まあ、自分がじいさんになった時にここまで色抜けてたら多分子供バチバチかっこいいと思うやろうなとか、これシビーなって言ってくれるやろうなと思ったんで、このタイミングで買っとこうと思って、だから31で買っとって、30年後やったら61じゃないですか。61でちょっと白が混じってる時に、この薄いシビージャケット着て、あの孫と公園行きたいなと思ったんで、あのまあこのジャケットを買ったっていうのが特徴的なんですけど、まあ、そんな感じで自分色に染まるんですよね。使えば使うだけというか、その人の使い方によって色の抜け方も違うし、あとまあなおかつ汚れとかも全然気にせんと、むしろ汚れてもいいぐらいの感覚でガンガン使っていけるっていうところもなんかまあいいなと思って、男臭いんですけどね、まあ、そんなんかいいなっていうところもまあ特徴やなと思います。でその次の特徴がですね、まあ、そのさっきも言ってたみたいにスーツとかそのカジュアルでも着れるっていうことで、これパッて見てもらったら、いえいえ
カジュアルデッセイって思うと思うんですけど、これもともとイギリスっていうのは言ったと思うんですけど、イギリスのエリートの銀行員の人とかは結構これをスーツの上に着てはるっていうことらしいので、まあ、そう考えるとエリートの人とかそのファッションがお好きな方ほどこうスーツにも逆に合わせるみたいな感じらしくて、まあ、僕はですね見てもらったら分かる通り、まあ、白 T にスウェット履いてるぐらいなんでスーツとは無縁なんで、まあ、スーツの上に着ることはないとしても、まあ、それぐらい幅は広く作られてるっていうのがこれ意外なんですけど、見た感じはめちゃくちゃカジュアルやんと思うけども、まあ、結構そういう感じで幅広いというところになってるっていう感じですね。まあ、以上が特徴になってるんですけど、次じゃあデメリット何が悪いんかとか、まあ、どこがどうなんかっていうところで、やっぱりどんなものにもねデメリットあるって僕散々言ってるんですけど、まあ、このジャケットにももちろんデメリットっていうのがあって、まあ、それ何かっていうとやっぱオイルなんですよね。先ほど言ってたみたいに外側にオイル塗ってるということで、オイル塗ってたら防水にもなるし防腐にもなるし何が悪いみたいな感じになってくると思うんですけど、このオイルを塗ることで例えば今こうやって触るじゃないですか、ちょっとね若干ですよ、なんかねぬるぬるまでいかんけどなんかあれなんかちょっとウェッティーやなみたいな感じの感じになって、なんかちょっとこうついてる感じがあるんですよ。そやから例えばこの上にリュック背負うとかってなったりしたら、このリュックのかけてるとことかもそうやし、あとまあカバンボディバッグとかで全部そうやと思うんですけど、なんかその辺とかにこうちょっとオイルが若干つくんかなとか、あとそれ以外にやったらクローゼットがかけ取ったりとかしてても、そのクローゼットかけてる的なりのダウンジャケットとかジャケットとかにこうオイルつかへんのかなみたいな、手に若干ついてますけどみたいな感じになったりするので、まあ、ここはちょっとみたいな感じになってるんですけど、まあ、それはもうなんていうんですか、こう袋とかかけてあげれば全然問題ないとは思うんですけど、まあ、そういうのはちょっと気になる人は気になるんかなというところがあったりとか、あとまあオイルにまつわる点でもう一個があるんですけど、それ何かっていうと、まあ、経年変化していくって言ってたんですか、自分の色になっていて薄緑になってめちゃくちゃ渋い感じになるって言ったんですけど、もう渋い感じになるのはいいんですけど洗えないんですよね。で、まあ、一応公式ではその自宅で洗濯とかもできないってなってますし、あとクリーニングも出せないっていうことやったんで、ほんならもうオクサジャケットになるじゃないですか、オイニージャケットのオクサジャケットになるじゃないですかっていう感じだと思うんですけど、一応なんか日本で宮城県やったかな宮崎やったかな、ちょっとどっちか忘れたんですけど宮城ですね、宮城です、多分宮城、日本に一箇所だけこのバブアーのジャケットをクリーニングできるお店っていうのがあるらしくて、まあ、そこに出せばちゃんとクリーニングしてなおかつオイルも塗った状態で帰ってくるということになってるらしくて、それが確か1万2000円ぐらいするので、まあ、そういうメンテナンスっていうのはちょっと難しいので、あくまで公式通りにするんやったらちょっとまあ手間はかかるんかなというところでは思います。まあ、ただですね、結構このバブアンジャケット持ってはる方ってもう自宅で全然風呂場に水溜めて突っ込んだりとかする方もいらっしゃいますし、まあ、もちろん自己責任で皆さんやってはるんですけど、そういったやり方とかもあるので、まあ、全部が全部公式通りにやるっていう必要はないと思うんですけど、まあ、あまりにもこう洗わへんと、僕ちょっとオイニーのオクサジャケットあんまお好きじゃないので、多分僕は結構洗ったり勝手にするやろうなと思うんですけど、まあ、そうじゃないと嫁にこのジャケットをもうちょっと売ってとかもう捨ててって言われる可能性がありますので、まあ多分これ見ていただいてる方はご結婚されてる方やったらね、奥さんに多分奥さんジャケットを家に置いてたら多分ものすごい嫌な顔されるやろうし、もともと多分見た目的にも受けあんま用ない、女性的には受け多分あんま用ないのに、そこになおかつ似合うってなったらもうええとこないやんってなってくるじゃないですか。で、店員さんにですね、僕聞いたんですよね、パッてレジの横にめちゃくちゃ古いバブアのこのジャケットが飾ってあったんですよ。もう色なんかこう緑通り越して茶色みたいになってたんですよね。でもうこれすごいですねって、まあ、ちょっと引き気味で言ったら、あ、これ一応もうヴィンテージなんですみたいな、もう50年とか60年ぐらい前のヴィンテージのバブアのジャケットなんですって言ってて、まあまあこういうのってまあ味出ててかっこいいですよねみたいな、他人のもんやからあんまかっこいいと思うんだけど、自分がそこまで育てたらかっこいいと思うじゃないですか。だからまあかっこいいですよねって言ったら、まあ、ただねこのショーケース開けるじゃないですかって、開けたらめっちゃ匂いするんですよって言われた瞬間、もう興味なくなったと思って、もうそれ見にくくなったんですけど、まあ自分でね育てたやつは愛着あるからいいけど、まあそういうちょっと何て言うんですか、何の話だっけな、そう取り扱いがねちょっとまあ難しいっていうところは、まあデメリットになるんじゃないかなと思います。まあなのでじゃあどうするんかっていうと、まあ、近くのバブアのお店に持ってったりとかして、あとはもう店舗から宮城の方に発送してくれたりとかするらしいので、まあ、それで、帰ってきたら受け取りに行ったり郵送してもらったりとかっていうような対応ができるらしいので、まあ、その辺はちょっと問い合わせもらったらなと思います。ということで、まあ、デメリットがその辺ということになってるんですけど、まあ、逆にオイルを使ってないバブアのジャケットも今あるんですよね。でそれこそバブアのお店にもあるし、あとセレクトショップ、例えば B なんとかの別注のセレクトとか、あとシップ
ップなんとかっていうところの別注のジャケットとかでもこのモデルやけどもあのナイロンを使ってるとかっていうのがあったりするので、そういうのはオイル使ってないんですよ。あ、本来じゃあそっち買えばいいんやってなったりするんですけど、ナイロンのそのジャケット買うぐらいやったらもう今流行りの最新のゴアテックスとかで僕はいいやんって思っちゃうんですよね。でノースフェイスとかでもナイロンとかでめちゃくちゃ最新のやつあるんですよ。やったらこれをこう味出すための多分ジャケットなんで、どっちかって言ったらあえてオイルを買い張る方の方が多分お好きな方は多いんやとは思うんですけど、まあ一応そういうのが苦手な方はナイロンとかの素材の、ババアのジャケットもあるらしいです。まあ、若干ねあのディティールが違うくて、僕も見たんですけどこういうあのリブ、袖のリブあるって言ったじゃないですか。こういうリブがあの従来 の普通のモデルの方、これビデイル SL っていうんですけど、このモデルにはもちろんついてるんですけど別注の方にはない。だからここがこう結構隙間空いてるから風めっちゃ入ってくるやろなっていうのがあったりとかするので、まあその辺はちょっとチェックしてもらった方がいいんじゃないかなというふうには思います。で次がですね、おすすめの人がどんな人がおすすめなんかっていうとですね、まあ最初の冒頭で言ったみたいにやっぱ本気でマジで長く着たいとか、あのまあ洋服って長く着れる言うたってやっぱり 3,4 年とか、まあ、5年ぐらい経ったら買い替えたりするじゃないですか。まあ、じゃなくてあのほんまにヴィンテージレベルまで持っていっていきたいみたいな、ほんま20年30年とかっていうスパンで考えたいっていう方なんかには、まあ、結構おすすめなんかなというふうに思いますので、逆に汚れれば汚れるほどかっこいいジャケットで、まあ、もちろん匂い対策はする必要はあると思うんですけど、見た目に関してはちょっとまあ汚くなればなるほどかっこいいというか、まあ、そういった価値観が通用するようなジャケットになっているので、そんな方なんかにはおすすめかなと思います。だからほんまに汚れたりとかボロボロなってたりしたら多分好きな人からしたらめっちゃかっこいいですねって多分なると思いますし、全然知らん人からしたらめっちゃボロボロですねってなると思うんですけど、まあ、それはもう人によってちょっと価値観は違うんですけど、まあ、それぐらい長く着れるっていうのがあったりとか、あとまあ途中でも言ったみたいにスーツでも着れるしカジュアルでも着れるっていうことになっているので、まあ、これあくまでダウンじゃないので、風とかは通さへんくて、まあ、雨も通さへんっていう感じなんで、まあ、僕の感覚的にはなんていうんですかね、マウンテンジャケットの代用品みたいな、マウンテンジャケットやとちょっとカジュアルすぎるじゃないですか。スーツで合わせるってなったりしたら、まあ、もちろんいける人もいてるけど、 もっとうちはきれいめじゃないとダメなんですっていう会社とかやったら、まあ、こういうジャケットであればマウンテンジャケットの代わりになるというか、まあ、そういった着方もできるし、あとはエリートサラリーマンに愛されてるらしいです。はい、僕はサラリーマンになったことないからわからないですけどね。まあ、というクラシックスタイルですね。はい、よくも悪くももう定番のクラシックなスタイルということになってますので、まあ、そんな感じの、ジャケット、これが、ビデイル SL というジャケットになってます。で次はサイズ感ですね。でサイズ感がどういうところかというとですね、僕は178の65キロで、38を着用してるんですよね。で38というとちょっと僕の中ではあれちっちゃいんちゃうかなと思ってサイズは来たんですけど、ジャストやったんですよ。これなんでかというと、これラグランスリーブって言ってね、普通ってここにこう肩のとこでこう切れてるじゃないですか。で縫ってると思うんですけど、ラグランスリーブって言ってこの何ですか、この首元までヒュって上がってくるタイプになってるので、意外と肩がきつくないんですよね。でその代わり普通にこういう何ですか、縦にこう分かれてるような袖とあの胴体が分かれてるジャケットあるじゃないですか。ああいうジャケットのこのバブアのジャケット着たんですよ。ほんなら38ではきついんですよね。だけどこういう、ラグランスリーブになってるから38でジャスト、逆に40まで上げると、あの38の次40なんですけどね、40上げるとこうやぼったくなったんですよ。なんかこう切られてる感が出てきて、あこれあかんなということで38にして、じゃあ逆にもう一個下げてみようって言って36まで下げたらもう肩パツパツやったんですよ。でも上がらんくなったから、あ38じゃ無理やなみたいな。やけど40やったら前締めても全然、40で38やったら前締めても全然いけるし、開けてても全然いけるし、動かしても全然問題ないから、あ38ですわ買いますわって買ったんですけど、まあ、そんな感じっていうのがサイズ感になってるので、僕と同じような体験の方は38かなというふうに思います。身長から考えたら多分40でもいけるとは思うんですけど、はい、そんな感じになってるということで、まあ、最後着用動画見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、本日はですねバブアーのビデイル SL を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。So now we have to try to move